はい、こんにちは、メタモ先生です。今回はプロ版を使ってピクミンのスケールピクミンを作ってみました。すごく綺麗に、レジンを使って作ってみました。すべて100均の材料で作れるので、よかったらスケールピクミン作ってみてください。
はい、いかがだったでしょうか。今回はプラ板とレジンを使ってスケルピクミを作りました。今回ね、黄色いピクミンと赤いピクミンと、あと氷のピクミンも作ったんですけど、ラメを入れたりしてとってもキラキラとしています。なんかね、やっぱり縁取りとかなく透ける感じに作るととても綺麗だなと思います。透明のプラ板を生かして作ってみた感じです。皆さんもよかったら作ってみてください。はい、では今日も最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。